ヤッホー、アナミです。今日は久しぶりに最近の購入品を紹介していきたいと思います。イエーイ。最近一気に秋服が売り出されて、ちょっともう秋服欲がやばすぎてここで紹介できないぐらいの量を買ってしまったんですけど、その中で一番今手元にあるのと紹介したいなって思うものがあったので、それを紹介していきたいなと思います。一つ目が ZOZO タウンで買ったシアトップスです。こんな感じになってて、ブランド名がちょっと初めて見たんですけど ME プラス EM セレクトっていうところで2990円で購入しました。一回着てみようかな。今回は後日ルックブックを撮ろうと思ってるので、ちょっと全身で撮ることはできないんですけど、上着だけちょっと羽を着てみたいと思います。着た感じはこんな感じです。これにタイトなスカートを着て遊びに行く予定です。ちょっとお姉さんな感じのモードな服にしてみました。なんか今まで白のシアトップスをよく着てたんですけど、ちょっと柄があってもいいかなってことで、このマーブル状のやつ買ってみました。結構細見えもするし、伸縮性もあるからパチッともしなくって、あとは結構マーブル状なので下着があんまり目立たないのが良かったかなと思って、ヘビロテしようかなと思ってるものの一つです。はい、次、めちゃめちゃ流行ってるこのユニクロのバケットハット、ダークグレーの色です。こんな感じ。めっちゃ形よくって、みんな形いい形いいって言ってるのは知ってたんですけど、まあユニクロの帽子買うぐらいだったらカシラで買った方がいいかなとか思ってて、で実際この間実家帰った時にユニクロ寄ったらめっちゃ安くて2000円しないんですよ。これ1990円で、でこの形だったのでもう即買いしました。他の色もあったんですけど全部売り切れてて、はい、他の色もあったんですけど全部売り切れてて、でもこの色が売り切れてないのが分かんないぐらい好きな色だったので購入しました。ゆうべ春なので、まあ、こういうグレーって似合うか不安なんですけど、まあ合わせる服によっては似合うと思うので全然問題ないかなって思ってます。目元まで隠れておしゃれな感じに。はい、次がもうどんどんいきます。最近小物が好きでよく集めてます。これはアウトレットで購入したものなんですけど、こちらです。ベレー帽を買いました。ちょっと前髪のやり場を悩んでるんですけど、形的には上にポンってなってるやつじゃなくて何もついてないシンプルなタイプで、素材がこんな生地感、ちょっとニットっぽいっぽい素材になってます。冬っぽくてこれから先どんどん使えるなと思ったので購入しました。なんか帽子あんまり似合わないかなって私いつも思って買わないんですけど、結局あったら役に立つし使うので一つあってもいいかなと思って、二つか結局。今年はちょっと小物を増やしていこうかなと思うので、同系色にはなるんですがバケットハットとベルイ帽をこれから使っていきたいなと思います。これがお昼も暑いからタンクトップで外で出たら夜寒すぎて、ユニクロでメンズのジャケット買ったんですよ。それがめちゃめちゃ可愛かった、後で紹介します。はい、次、これもシンプリスティエのトップスです。可愛かったポイントはこのピラピラの袖と、実はちょっとこれじゃ見えないんですけど、ここまで長くてこんな感じで中に入れたり両方とも下ろしたりできるタイプのニットです。胸元はこんな感じになってます。まあ一つ上げが可愛いかな。で手元がこんな感じになってます。はい、このお店で結構他のものも買ったので、それを合わせて紹介していきたいと思います。ティアドスカートです。素材が
結構クシュクシュするタイプで立体感が出るので細見え、腰は細見えするし下は広がっててめちゃめちゃ可愛いなと思って購入してます。こう切り替えがここなので多分これが正面なんだと思います。で後ろ姿はちょっと下がってる感じなので足長効果もあっていいかなと思ってます。ウエストも細く見えるし裾は広がっててめちゃめちゃお気に入りです。はい、これはユニクロで購入したやつなんですけどメンズのジャケットです。ちょっとミリタリーっぽいジャケットになります。名前がユーティリティジャケットの L サイズを購入しました。結構オーバーサイズ、まあメンズなのでオーバーサイズ L サイズはだいぶでかいんですけどなんかパンツタイトなパンツとかそれこそ今日今履いてるタイトなスカートとかにも合うかなと思って購入しました。色味がめちゃくちゃ可愛くってで結構固めの素材なんですよね。カジュアルに着れるかなと思って購入しました。可愛くないですかこんな感じで。色味が本当に顔をパッとしてくれるような色で可愛かったのと L サイズなんですけど結構丈はちょうどよくって私の指が出てくるぐらいだったので違和感は特になく着れてます。はい、次次がチャオパニックのボーダーのトップスです。結構大きめの横幅が広くって脇も余裕のあるタイプで素材も結構固めの T シャツになります。はい、こんな感じで着てみました。ほら、ここら辺が結構脇っこなんですけど余裕があるのとあと長さもちょうどよくってこういうスカートにも合わせられるしパンツにも合うかなと思ってゆったりめで着ようと思ってます。黒ボーダーです。これ黒のボーダーにさっきのベレー帽とか絶対合うんですよね。で絶対いいじゃん。このゆるっと感が本当に好きで、でもこの生地が柔らかすぎるとやっぱりちょっと安っぽく見えちゃうので生地が固めかつゆるっとしてるやつにやっと巡り合いました。これはいっぱい着れそうな感じです。はい、こんな感じのチャオパニックのボーダーのトップスでした。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタはこちら。次が今めちゃめちゃインスタとかで回ってきてて絶対買おうと思ってたこのパーベストを購入しました。素材はこんな感じでダークブラウンの粗めのやつなのでこれぐらい粗めだとカジュアルな服にも、まあ、綺麗めの服にも合うかなと思って迷った結果こっちの粗めの方にしました。最近インスタのリールでワンちゃんがめっちゃ出てきてもう可愛すぎて可愛すぎて例えばこれめっちゃ可愛くない？ワンちゃんがここの間にこうやって来てちゃんとポージングするんですよ。可愛すぎて最近ずっと犬の動画見てるよねっていう話をちょうど今日友達としたところでこれが出てきてマジで癒されました。実家に帰った時にこのアウラっていうヴィンテージショップに行ってみました。特に何を買うかって決めれずにヴィンテージショップ行ったんですけど一発目でこのスカーフが目に入って可愛いなと思ったので購入しました。黒のセリーヌのスカーフで結構大判大きめのタイプです。トップスにしたかったんですよね、こんな感じので。まあ、色を調節したら黒もあるし絶対に他の服に合わせやすいなと思って1万円だったし購入しました。かわいいこんな感じのスカーフを購入しました。であとはヘイのノベルティのバッグかわいいなと思ってたのでこのドット柄のやつとあとストライプのタイプ2種類を購入しました。でこっちは友達のカズキにあげようかなと思ってます。以上が、あ、もう一個あったザラの購入品です。ザラの6000円のベストジャケット
です。結構冬っぽいんですけど、会社に着ていくのにいいなと思ったので購入しました。はい、ということで購入品何点か紹介しました。化粧品も結構冬っぽいものを買っているんですけど、冬秋かなっぽいものを買ってるんですけど、ちょっとここで一緒に紹介すると本当に大量になるなと思ったので、またメイク動画と一緒に紹介しようと思います。はい、ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバーイ。